皆さんこんにちは。このねハードシェル見てください。シミ、これね、なんでねこんな風になっちゃったのかなって最初分かんなかったんで、狩猟終わってで一回汗かいて、それで一回水でこう中も湿ったらこういう風になるのかなと思ってで洗ったんですけど全然治ってないですよね。で、ね、登山の時もねここもすごいですよね。ここぐらいかな。なんでかなと思って登山の時よく考えてたら、そういえばねこのフィルソンのこれはちょっと特殊な油みたいなやつで防水するやつなので、やっぱり当初ねこれしたらねハードシェルの機能落ちるんじゃないかって言ってましたけど、やっぱりその通りでこういう風に油染みみたいになりました。これをねちょっと自分でメンテナンスしていきたいと思います。洗剤、食器用洗剤でねやっていきたいと思います。で、6回から7回とかもうめっちゃ洗ったんですよね。それでもまあちょっとなんかわかりますよね、なんかシミに、ね、これでも完全に落ちてないんですが、ちょっとだいぶ良くなりました。本当にもうなんて言うんだろう、シミですよね。で、これは洗剤、すごいね、モノタロウっていうね、ネットショップあるんですが、そこのね、業務用の、オイル、油取り、オイル洗剤かな、オイル用洗剤。それを購入して、シュッシュやっても全然取れません。何回もやりました。1、2回。で、その後に、まあ、それと一緒にまず洗剤でやって、その後オイル処理って、それを3、4回も繰り返してたんです。でこっちの方がねここだいぶあったんですが、ここは結構落ちてますけど、ここでねシミ少しまだあるんですよね。こうだからここからすぐこうやってなんだ、水がね弾かなくなって吸水しちゃいます。でこっちの方も、まあ、だいぶ良くなりましたよ。これでもね、こっちの方もねこう多分雨、最初乾くと、まあ、最初水こう弾くんですが、そのうちやっぱりこれまだシミになってるんで、ここから水をね染み込んでしまうと思います。これでもだいぶ落ちました。もうねちょっとまあ これで今回はいいかなと思ってね、あと多分これだったら4回ぐらい洗わないと多分落ちないんじゃないかなと。でね、これねすごく良かったんですけど、まあおすすめしません。冬山のそのゴアテックスのジャケットとの相性は悪いです。なのでそういう場面以外では、かなりオイル処理されてて防水もある程度あっていいと思います。だからまあ完全にねオイル抜きしようかなとちょっと今考えてるんですけど、このねベルトがねどうしようかなと思ってます。まあ、手でオイル抜きするしかないのかな。うん、なのでこの動画を見てね、いいなと思ってね買われた方は、ハードシェルゴアテックスとの相性は間違いなく悪いのでお気をつけください。ちょっとねどういうふうに使うか悩み中ですね。いや良かったんですけどね、でもこれ良かったからオイル処理なんとかオイル抜きしていっぱい使おうかな、多分そういう方向で行くか、まあちょっとどうでもいいねやつでもあればいいんだけどな、とりあえずそういう方向でたいと思います。今日手切ってですね、やっぱり私ね自分の血見るとダメですね、かなり深く切っちゃいました。もう3分の下しぶ3分の1を縦にこう肉から横にズバッと切っちゃったんで、それ見たらね気持ち悪くなって、でもう顔面蒼白になってね、ちょっと横になってましたね、しばらく。でもくっついたんで、なんとか、今、このね、テープ、
買ってたんですよ、前切った時、修行の時。今それが活躍してます。とりあえずこれで様子見ていこうと思っています。なんかね、救急外来っていうかね、外科行こうと思ったらなんか3時に来てくれって言われまして、やったのがね午前中だったのでちょっと遅かったの でその間に血も止まって、まあ、くっついている感じだったので、こうテープもあった思い出して、なので行くのやめました。うん、関節より上なのでこう動かしてもね、傷が開くってことはなかなかあんまないね。まあちょっと痛いんですけど、これで様子見たいと思います。いや、まあ関係ないし申し訳ないですだね、これはうん、夏用か秋用かオイル抜きして使うかですね。またよろしくお願いします。ありがとうございます。